こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回花龍馬さんから FX のことについてなんかね喋ってくれということだったんですけども、失敗談ですかね。まあ失敗談はね、 FX を舐めていたことですね。まずは資金量がないと FX はやってもお金は増えません。お金が増えないばかりかゼロになる可能性だけがあるんですよ。まあ私が考えているのは、だいたいね FX の口座に100万円ぐらいは入れないと、最低入れないと、それがねミニマムでやろうが小ロットでやろうが、まあ全く意味がないかなと思いますね。でもしね本気で FX に取り組むんだったら、まあ FX の本一冊丸暗記するぐらいのことは最初にやってもいいと思うんですよ。で必要最小限のことだけ覚えていけばいいのは確かにそうなんですけども、必要最小限のことを覚えてそれで理解できればね、ちゃんと暗記できればいいんですけども、ほとんどの人が必要最小限のことですら暗記をしないですね。で暗記をしないのになぜかデモトレードとか小ロットトレードをやっちゃうんですよ。だから全然アカウントとか作る必要なくって、なんですかね、テストの前みたいにこれ単語帳でね専門用語を覚えてパッパッパッと出てくるようなところまではもうパソコンもいらないし、スマホもいらないんで、ベターっと暗記すればいいんじゃないかなと思うんですよ。多分どんなこともその業界とかね、そのノウハウには基礎用語があって、その基礎用語が多分初めて触れると思うんですよ。でそういうことを、その基礎用語っていうのはすごく大事なんですよ。同じ概念がその言葉に詰まってるんで、そういうことをすっ飛ばしてね、みんな実践やりたがるんですよ。小ロットだとかデモトレードだとか言って、まあ時間の無駄じゃないかなと思います、そんなことをやるよりもまずは基礎用語を覚える。基礎用語を覚えるっていうのはどういうことかって言ったら、あいうえお、上は弱い、弱い、みたいなね、なんかオリンピックの選手がジョギングとか腕立てをやるのと一緒なんですよ。オリンピックの選手がね何の基礎トレーニングもせずにいきなりフィールドに立ってってことはないと思うんですよね。いやむしろフィールドに立つようになっても基礎運動は2時間も3時間もやってるはずなんですよ。だからプロになってもそのトップアスリートになってもそうなんで、始めたばかりの人がねめんどくさいことを避けていくっていうその発想があるんだったら、もう最初から参加しない方がいいかなと思いますね。で私は最初の1年それができてなかったんで、まあ負けたんですよね。だから徹底的に暗記したりね、使いこなせるように、反復をしましたね。まさに、まあ、大学受験の時にその英単語を1905、これをね丸暗記したのと同じです。1900語っていうと本一冊なんですよ。それを丸暗記したのと同じです。そうすると長文も読めるし応用もできるし、もちろんイデオムも攻略できるしって感じで、まあ大抵の問題解けるようになりましたよね。その大抵の問題が解ける割合がだいたい 65% なんですよ。で大学の合格ライン 65% にぴったり合致するんですよね。だから FX も何も知らずに適当にやったら五分五分なんですよ。で手数料の分だけ負けていくっていう形で結局ゼロになるんですよね。で私が目指しているのは4対6で6割勝って4割負けるってことです。そうすると差額の2割で利益を残していけるんですよ。でその差額の2割ですら、まあ、5年ぐらいかかったわけなんですよ私はね。で私よりも才覚がある人は短く済むと思いますけども、あとはもうね、花龍馬さんはじめ FX を始めようとする人に任せます。私よりも能力が高いと思えば、あまり覚えずにすぐに実践やればいいんじゃないかなと思いますし、資金量も100万円と言わずね5万とか10万でやればいいんじゃないかなと思うんですよ。私よりも能力が低いと思うんだったら、私と同じかそれ以上をやることを覚悟して、そうですね、5年後にものになればいいかなぐらいの気持ちで今日から始めるといいんじゃないですかね。でまとめますけども、 FX といえども投資なんですよ。投資の感覚とか基礎知識がない方がやれば単なるギャンブルになります。超反博打になります。で投資だと捉えるんだったら、まずはね金持ち父さん貧乏父さん、これ本読んだことないんですけども、その稼ぎ方のステップってありますよね。まずは労働者エンプロイヤーをやること、次がスモールビジネスをやること S ですよね。それから次ビッグビジネスをやること、ビッグビジネス B ですよね。その後ビジネスをマスターしたからこそインベスター、最後の領域に入るわけなんですよ。だからビジネスをマスターしてないんだったら、余剰資金が作れないんだったら FX は単なるギャンブルになると思った方がいいかなと思いますね。実際ギャンブルだと思いますんでね。できちんと攻略できるようなビジネスなり余剰資金なり資金管理なりリスクエッジなりができるようになると FX に取り組めばこれ投資になります。投資ってことは勝つってことなんですよ。
4割負けて6割勝って差額の2割で勝っていくと、でだんだんそれを7対3にしたりとかね、8対2にしていくことができるかもしれませんけども、まあ4対6でも資金量があればそれで十分勝っていきますからね。でちなみに私なんですけども、年間で1000万勝つことに、まあ、5年かかったということでございます。年間1000万ですよ。最初は全然勝たなかったですからね、ゼロですよ、マイナス。でもまあ1回勝てるようになると FX の理論の理屈ってずっと一緒なんでね、だから攻略は1回できるとあとはずっと FX の世界に居座ることができて、あとはね新規参入する人をどん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 ね、はっきり言って食っていけばいいって感じになります。 FX の世界っていうのは何か価値の創造があるわけではありません。負けた人がお金を失って、勝った人が合法的に勉強してない人からむしり取ってるだけなんですよ。だから何の価値創造もないですからね。だから向いてない人もいると思いますよ。通常ビジネスってお金を払った人って欲しい商品やサービスを受け取ってありがとうって気持ちでお金払ってますよね。でも FX の世界とか投資の世界は違うんですよ。お金を払った人は払った上に痛い目を見てるんですよ。何にもいいことがないんですよ。で勝った人は儲かった上に、お金も入った上にね、自分の理論理屈がさらに一歩深まるんですよ。だから強きを助け弱きをくじく世界、それが投資だと思いますんで、まあ無理だなと思ったら、まああまりやらない方がいいかなと思いますし、それでもやっていこうと思うんだったら興味とか好奇心じゃなくてね、もう FX ってものに対して投資ってものに対して戦いを挑んでいくっていう感じですよね。でそれこそ全資金なくなることを確保できるんだったら入っていけばいいんじゃないですかね。まあでも本当思ったよりも厳しいですよ。きっとビジネスみたいに甘くないんで、ビジネスがまだ生半可だなと思ったら絶対にやらない方がいいんじゃないかなと思います。単なるギャンブルになります。超反博士になります。で、回答をまとめて言うとするとね、一番最初に何をやったらいいですかですけども、基礎用語を覚えるのに1年ぐらいかけた方がいいと思います。じゃあ以上ですね。身も蓋もない話になっちゃうかと思うかもしれません。